皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはスライスが出る方に向けてのレッスンです。スライスが出てしまう方というのはインパクトの時に手元がこのように浮いてしまう人が、多いです。このように手元が浮いてしまうと、フェース面は開いてしまって、体とこの手の連動というのがですねうまくできていない、スイングになってしまっています。この体と手の連動というのはバックスイングを上げた時からダウンスイングにかけて体の回転が始まり、軽く脇が締まってきて体の近くを通るというのが正しいスイング軌道になるんですが、これがですね切り返しの部分でどうしても手打ちになってしまうとこのように手が前に出ようとしてしまってアウトサイドインの軌道や手元が浮いたフェース面がオープンになってしまう、スイングになってしまいます。このようになってしまうとボールはもちろん右に飛んでいってしまいますので、スライスが出る方は今回の練習方法、試してみてください。それでは始めていきます。今回やっていただきたいのはまずクラブを持たずに、素振りで、ちょっと一度皆さんにやってみてもらいたいのがこのように構えていただいてバックスイングを上げます。自分の体の近くを通すという意識でこの右のももの側面をですね少し触る意識でダウンスイングの意識を作ってみてください。このサイドから見てもらうとこのようにバックスイングをしてダウンスイングをしていく際にこの右のもものラインを触る意識でダウンスイングをしてくる。このようにすると手元がこのように浮いてきません。ここのバックスイングから右の側面を触る、要は腰が止まっている方も体が回ってこない足がうまく使えていない方も右の側面を叩こうとすると、このように極端にですねこっち側に下ろさなきゃいけない動きになってきますがここから右のもも腰のターンをうまく使うとももの前側面がですね正面を向いてくる形になります。この正面に向いてきたところを手で触るこういう形で意識をして素振りの練習をしてみてください。どうしてもですねスライスが出ている方はこのようにバックスイングして前に出てしまっている方はなかなかこのポジションを触るというのは難しい動きになるんですが、まずはクラブを持っていない状態でこの意識をしてもらうとスイング軌道、体と手の連動というのが作られてきます。基本的に体のこの動きに対して手はこのブラブラにこういうふうに作る意識で、練習をしてみてください。ここの体が回ることによってこの手というのは振られてきます。体が回っていないのに手を振ろうとするとこういう状態になってしまって手に力が入ってしまいます。この体の回転運動でこの手が勝手についてくるというイメージになってくるとスイングというのは安定してきます。それではですね今の素振り一度試してみてください。それを踏まえて次はクラブを持っていきます。このポジションからこのように構えていただいて右手一本で構えていきます。ここでこのグリップの位置がこのポジションに戻ってくれば体から離れているとは言えないのでこのポジション左手をここの前にこうやってセットしてもらってここからこの内側を通るという意識でスイングの練習をしていきます。ここです。このように構えていただいて前に出すここからこの中を通る意識で振っていきます。こういう形で素振りをしてください。続いてはですね右手左手1本でクラブ重い方は短く持っていただいて結構です。このような形で持っていただいて右左手の前にこのようにセットしてこの内側右手の内側を通すという意識で練習をしていきます。この右手のポジションはスイング中に浮いてきたら意味がないのでこのポジションにあるという意識で練習をしてみてください。ここでこのようにならないように気をつけてください。今回はですねこのクラブが手元が、インパクトの時に離れてしまうという動きを修正していく練習方法です。これを踏まえてですね一度普通に打ってみたいと思います。なるべく自分の体の近く左の脇、右脇が締まっている感覚をつかんで、ショットをしていきます。はい、このような形でスイングをしてみてください。実際に体の近くをこの通ってきた方が飛距離アップにもつながります。どうしてもですね重たい荷物を持つときというのは脇を締めてしっかりこのように近くに立って持つと思いますが遠くにあるクラブ重たいものを持とうとすると結構な腕の力が必要になってきます。これもですね、なるべく自分の体の近く
に通るっていう練習を意識して練習してみてください。先ほどのまずはクラブを持たない状態から素振りしていただいて、それができましたらこのように左手セット、次は右手セットという形でですね、通る手の通るポジションというのを意識して今回ちょっと練習をしてみてください。これができますとスライスというのが治ってきます。以上でレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。